クロマはフィアットが製造販売していた自動車である。ジョルジェット、ジュージアーロのデザインによる5ドアハッチバックながらのノッチバックフデザインを持ちフィアットアルジェンタの後継車種として登場した。フィアットと参加のランチアアルファロメオとスウェーデンのサーブが参加したタイプ4プロジェクトの産物でサーブ9000、ランチアテーマ、アルファロメオ164の3車種とプラットフォームを共用している。 イタリアでは、タクシーや、覆面パトカーなどの公用車に多用され、序盤にファルコーネハンジが暗殺された際に乗っていたのも、防弾倉庫が施された当社である。またロマーのプローディ元首相は、首相在任時代の専用車として使用していた。そして当時、フィアットの会長であったジャンニ・アニエルリは、日常生活で当社を愛用しており、 専用車は当社には搭載されていないものの兄弟車であるランチャーテーマ用の PRVV6 やアルファロメオ用の V6 エンジンが搭載されていた。また、色も彼のイニシャルにちなんで銀色であった。1996年に生産は終了。フィアットはこのクラスの乗用車生産から撤退した。2005年にクロマロナは新しい中型ワゴン車の名称として復活した。 車体デザインは再び g u g ロに委ねられ、シ,ャシーは短命に終わったフィアットと GM との提携に、基づき、同社のイプシロンプラットフォームが用いられている。ありがとうございます。